感情グアノシン1リン酸は、グアノシン3リン酸から誘導される、感情のクレオチドである。CGMP は、感情アデノシン1リン酸と同様に、セカンドメッセンジャーとして利用される。ペプチドホルモンが、細胞膜に結合すると、プロテインキナーゼを活性化させる作用がよく知られている。CGMP の合成は、 グアニル酸シクラーゼの触媒によって GTP より合成される。膜結合性の GC は、辛暴性ナトリウムリニョウペプチドなどのペプチドホルモンにより、可用性の GC は一酸化窒素により活性化される。CGMP は、イオンチャネルの電導性、グリコーゲン分解、細胞のアポトーシスなどを調整している。また、平らな目筋の主観にも関わっている。 血管では、血管の平な目筋が主管すると血流が増える。CGMP は、目の光情報伝達において、セカンドメッセンジャーの役割を果たしている。哺乳類の目の光受容体では、光がホスホジエステラーゼを活性化させ、それにより CGMP が分解される。光受容体のナトリウムチャンネルは、CGMP で開くため、 CGMP が分解されると閉じたままになり、光受容体の原型質膜が過分局の状態となって、視覚情報が脳に送られる。感情ヌクレオチドホスホジエステラーゼの働きにより、CGMP は過水分解されて 5GMP となる。ホスホジエステラーゼ阻害薬は、CGMP の分解を阻害し、その作用を促進する。 例えばクエン酸シルデナフィルは、海綿体の血管の主管を促進し、勃起不全の治療として使われる。しかし、副作用として視覚に関わるホスホジエステラーゼも、若干阻害され、青色が見え難くなる。CGMP はいくつかのプロテインキナーゼの調整にも、関わっている。例えば、プロテインキナーゼ G は2両体となっている。一つが、 触媒、もう一つが調整を担っていて、調整ユニットが触媒ユニットの活性部をブロックしている。CGMP は PKG の調整ユニットに結合して、触媒ユニットを活性化させ、気質をリン酸化できるようにする。プカなど、他のプロテインキナーゼの活性化と異なって、PKG では触媒ユニットと調整ユニットは、乖離しない。ありがとうございます。